はい、どうも、スタンプラントの荻野と申します。田村です、よろしくお願いします。あの荻野鉱山というちょっとあの鉱山がありまして、そこでですね、はいはい、あの私働いあの運営してまして、あの、はい、荻野鉱山であの金を採掘するというのをちょっとやってみたいと思います。えらい大変な仕事してますね。大変な仕事してます。こんなクソ暑い時に。はい、ね、熱中症大丈夫ですか？大丈夫です。水分補給してもらって。大丈夫です。大丈夫です。はい、その話を教えてくださいよ。まずですね、はい、あの鉱山にこう入っていきますよね、ザーッと、はいはい、入っていった時にですね、あの人力車みたいな人力用具でこう動かせずにザーッと入っていってですね、はい、あの金鉱山を取っていくわけなんですけど、金をですね、採掘するわけなんですけど、はい、で採掘していく時にですね、暑いな暑いなって言いながらですね、中にダイヤモンドがボッと入ってる場合があるんですね。ボッと、はい、でまあ、黒い石ですので磨いていまして、うん、ずっと磨いていまして、しまいに顔も磨きながらこう磨くということをしてまして、うんうんうん、でまあダイヤモンド顔磨かんねえんじゃないですか。そうです ね汚れますね。顔磨かんとダイヤちゃうわ、金磨きなさい。汚れますね、はい、顔が汚れますけども、はい、まあそれで金鉱脈をバーッとこう探していくという、はい、まあそういう作業なんですけどね、はい、どうですかね、あの金鉱脈を見つけてみたいと思いますか？見つけてみたいです。教えてください、その鉱脈。あのダウジングの工法でありますよね、はい、ダウジングをしながらその金鉱脈どうやってやるんですか？ダウジング、ダウジングこうなってますよね。で、うん、その金鉱山が出てきた時にこう長く触れるという、うんうん、こうなるんですか？そうそうそう、そうやって見つける。まあ古墳も見つけたことあるんですけどね。古墳も、はい、で古墳の中入って採掘するんですか？そう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 、まあ、そういったあの採掘なんですけどね、はい、まあ、なかなかあのおもろいもんでですね、はい、あのオチがないですね。いやいや、あのおもろいもんでですね、はい、今まあそうやって金鉱山とかを探してるわけなんですけども、はい、どうです、あの金鉱山もいいんですけども、なんかあの面白いことなんかありました？金鉱山にまつわることで。それで言ったら生野銀山、はい、行って涼しかったですね。そうですか。夏はいいんちゃいますか？あ、いいですね。めちゃくちゃ涼しいですよ、あいいですね、うん、あのゴールドラッシュ、そのゴールドラッシュのザーッとこうある時代がありまして、あのアメリカの方でですね、あの金鉱脈ラッシュがありまして、そういう時代の時にジーパンがパッと出てきてできたという話があるじゃないですか、はいはい、でおばあちゃんのパンツもできたというような、はい、ことは今、はい、それは冗談ですけどね。デニムのパンツ。デニムのパンツ、おばあちゃん用のデニムのパンツ。ああ、いいですね。それをまあ、あの作ったりとかしながらですね、はい、あのゴールドラッシュ乗り切ったという話あるんですけど、はい、あれがあの今で言うあのリーバイスですね。ああ、なるほどね。はい、ほんでそこでまあ作業着や、そう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 、ね、でリーとかまあ色のラングランとか、まあいろんなそのボブソンとか、まあいろいろそのジーンズにまつわるその企業ができて、今のジーンズ業界になってるわけなんですけど、はい、あれジーンズもこれはあの製作しますと結構難しいんですよね。あの、うん、ボタンをこう金槌で打ちながらこう作っていかなければいけないからですね、はいはい、あれボタンのチャック嫌ですね。ああ、はい、でもあれ濃縮したい時大変じゃないですか。そう、でもあれ難しいんですよ、あのボタンをこう作るのがですね、うん、で不思議やな不思議やないうことで、そのジーンズをその作りながらですね、顔にジーンズごとかぶったということもありましたけどね。何をしてるんですか？冗談ですけどね、うん、でまあジーンズをこうザッ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 と作りましてですね、はい、あのそのジーンズをその工場で出荷してですね、はい、販売するのはだから荻野銀山でも、そういう荻野銀山というところでもまあジーンズを作ったりとかですね、はい、あとスクラップパンツを作ったりとかですね、はい、まあいろいろしてるわけなんですけどね。なんで今その鉱山にハマってるんですか？鉱山にハマった理由ですか、はい、それはですね、その鉱山の中で石、ガラクタのような石がですね、はい、輝いたりとかですね、はい、そういうのがもう間近に見るとやっぱり興奮するんですね。あの自分のようやいうことですか？自分のようっていうか、あの自分のその銀山とかのですね、はいはい、あの鉱山のその、 あの輝き、その石から見えてくる輝きっていうのは人の輝きと似ててですね、はいはい、ガラクタのようなも持ってきてもそれを磨いたら光るということで、なるほど、そういうふうな、なんかいろんな勉強もできるわけなんですね、はい、まあそういうことなんです。なるほど、はい、またちょっと金取れたら私にもそうですね、分けてくださいよ。そうですね、はい、
まあそういったことね、あのそれでで宝石店がこうだとありまして、宝石店でだだだだとこう金を売ってですね、はい、であのまあその金をどうするかっていうことで、まあ荻野金山で書いてある金をですね、わーっとこう売りに出したりとかですね、はい、まあそういったこともできるわけなんですよ。なるほど。まあなかなかいいあの採掘現場やったんで、まあいいですけどね、はい、まあジーンズだけにジーンズということで、あ、お後がよろしいので